はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。ということで今回もですね、メインストーリー7章深淵の支配者チャプター6の実況の続きやっていこうかと思いますが、いやね、もうやばい状況になっております。もう本当になんか噂によるとあと数話で終わるらしいんですけれども、とんでもない展開になっておりまして、もう私本当に泣いちゃうかもしれない。毎回言うけれども、でも本当7章は泣くのよはい、ということはお迎えはリドルのツムステとなっております。前回と同じかな、こちらツムステの可愛らしい、リドルとなっておりますが、展開的には7章チャプター6とてもやばいことに何回も言うけどね、はい、97話のそうそう、なんて読むんだったっけかねっていうところで終わったんですよ。ほにゃほにゃクライングから見ていこうかなと思います。卵様がやばいです。いやもうなんかね、あの魔力全然、マルフィシア様の魔力全然受け取らねえよっつって、そうそうそう、であのリリちゃまが呼ばれて今ね登るとこ、そう、あー危ないよ。だってね、雷鳴がすごいもんな、鳴り響いてるから、あー優しい、さすが子育てのプロ。バンルーチュ殿大丈夫？え、それさ、なんか重傷負ったって言ってたから、誰かがね、そう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 、これね、当たったら危ないよ本当に。いや本当に一巻の終わりだからさ、気をつけて本当にね。でも確かに心配なのは分かる。あーあー、笑顔、この200年で初めてじゃないか。そんな、そんな喜びもある。あーマレウス、あ、泣いてるんだ、そっか。なんで泣いてるの、教えて、おばちゃんに教えて怒ってるのかな、慰めてあげたい。なかったよ、うん、ずっとお前を返してやることもできなくて。あ、そんなことないよ、今まで頑張ってたもん、右大将はさ。違うのか、分かんねえよ。あ、違うの、泣いてる。いや本当にね、俺に分かる言葉で喋れ、人語喋って妖精語でもか。あ、あら、あれ、フードが取れちゃった。大丈夫、直撃してるんじゃない？もっと泣け。あら、あら、さすが子育てのプロ。いや、もうやっぱね、こういう愛があるのよ、リリちゃまって。あ、大丈夫、直撃した？あ、痛い。あらららら、威力は凄まじいです。レバン、てめえらは空の上から高みの剣ですか？いいゴミ分だな。やっぱり思ってるよな、200年後も思ってるよな、二人のことを。お前らのところにマレウスは行かせねえぞ。マレウス、はあ、優しい。お前たちが見ることができなかった世界を、うん、あれれちゃう。いやー、そ、もうそれで生まれたら泣いちゃうよ私。寂しくて泣いてんのか。そうだよね、寂しいよね。そう、パパとママがいなくてさそうだよ、わかるよ。200年も一人だった。誰だって寂しいに決まってる、うん、そうだよね、長い時を寂しかったんだろうな俺たちは。いやー、ほんでもね、今そこまで行くか。リリちゃま優しすぎる、リリちゃま。ちょっと待って、本当にこの絆深すぎない？うん、もうすぐで着くの、抱いてあげて。あ、大丈夫。あらら、もう何、もう何回かもう撃たれてますよね、イカズチがさ。俺は緑ヶ原の橋で、あ、そっか、元右大将だった。元右大将。いやー、でもなんかかっこいいから、かっこいいから、まあ現右大将かと思いました。はあ、かっこいい、リリちゃま。さあマレウス、ね、次はかっこいいな、イケメンすぎない、ちょっとこの顔。あと100年でも、うん、優しい。いや、ちょっと待って、本当に愛情が深い。あ、怪して、怪しまくってやるから。うわ、子育てのプロは言うことが違う。あ、でもこれちょっと待って、攻撃がやばいことになっているんじゃない。あ、攻撃がすごいことになっているんじゃない。あ、魔力、あ、もしかして魔力の供給を受け入れてるんじゃないですか。うん、いやー、ほら、ちょっとねえ、我慢しないで。あ、リリちゃまの、え、マレフィシア様のだけじゃなくって、ということは
あれなの、ま、え、リリちゃま、おー、抱いてらっしゃる。リリちゃまの、え、魔力も吸って、入れて、あれって、マル様が生まれたってこと？やばくない？え、だって、生まれたんじゃない？だってさ。え？だって、ほら、お生まれになった？声は。あ、卵様じゃなくて？あー、マレ様がお生まれに、シルバーみたいな素敵な赤子のような感じで、ドラゴンだ、かわいい、わあ、ちょっとマレの王様みたいじゃん、かわいいです、あー、おめでとう、本当、今日は記念日だね、あー、炎、大丈夫、生まれた時に一丁前に火を吹き上がる。生まれて5秒で火吹き上がった。マレノアと同じ緑色の炎を見せて、うん、確かに本当だね。もうだってマレノア様ほぼなんかちっちゃいマレノア様みたいになってるじゃん。かわいい、ちょっとマレ、あやっと会えたね。あマレウス幼体、よかった。リリちゃまもお疲れ様。泣くの。リリちゃんはよかったね。おめでとう。これは泣くじゃないの。こんな苦しみを経てマレウスがお生まれになったんですね。泣くじゃん、それはもう泣くじゃないの。しかもさ、愛情がないわけないじゃん。こんな苦難を乗り越えて生まれたマレウスを愛さないわけないじゃん。ずっと思っていた。まず親父殿の夢。やばいよ。辛いことばかりが起きるのだろうと、確かに。ああ、セベク泣いてるんじゃない。あ、グリムも泣いてるじゃん。うん、親父殿が一番幸せだった瞬間なんだ。苦難を辛いこともそんな乗り越えての、そっか、ここの瞬間が一番嬉しかったんだ。この幸せな瞬間だったんだね、リリちゃま。ああ、そうだよね、このね、ダーク姿はもう何者にも変えられない。セベックと同じくらい私も泣いております。これは泣くよ、ね、あ、そうなんだ、確かに、ね、なんでもう本当にね、全茨の谷の妖精に次ぐ。あ、ちょっと待って、元老院じゃないこれ。ちょっと元老院、手のひら返しすぎない？ちょっと待って、やだ。僕元老院好きじゃないからさ、やだ、ちょっと、あ、でもそっか、マレフィシア様には会いたいよね。マレフィシア様には、そう、マレ様見せてあげて。あ、どうしたの、え、なんだなんだなんだ、あ、空間が、あ、歪んでいる、あれ、ちょっと待って、あれ、わしって言ってるよ、あれ、リリちゃまになってきた、あ、うわ、どういうことだ、え、何これ、え、元老院じゃない、ん、どういうこと、なんか、バチバチなんですけど、ちょっと待って、そんなこと、何言ってるの、どっち、なんだ、さっきと全然違くない、手のひら返しの手のひら返しすぎない、ちょっとな、何それ、だってさ、マーレ様はさ、リリちゃまに魔力注がれなかったらさ、孵化してなかったかもしれないんだよ、うん、そう、なんでどういうことですか、気づき始めたんだ、うん、あ、なるほど、だからわしはって言ってたんだ、リリア様が実際に受けたのは祝福の言葉ではなく、こっちが本物ってこと、やだ、元老院、ちょっと待って、ひどくない、もうほんとあんまりで、ほんとに200年もかけてさ、ジャーニーしてきたのに、ほんと元老院、ちょっと待って、ねえ、マレ様はね、抱かれたがってるよ、このね、マレウス幼体は、いや、ほんと、ねえ、ほら、
やめてよって言ってるじゃんマレウスが。いやーちょっと元老院もう元老院好きじゃない、おかわいそうじゃないよ、ずっと待ってたんだよリリちゃまのこと。無能なこの兵のせいでご両親を失ったばかりか。違う、全部リリちゃまのせいになってるけどさ、違うからね。そう、リリア・バンルージュという男がいたからかさ、ね、ドラコニア一族はこんなに幸せになったんですよ。ちょっと愚か、もうほんとね、口を慎みなさいよ、そのお宅にまみれた口を。ほんと、もうバウルジージ言ってあげて、ほんとに、バウルジージだけが味方だから。本当にドラコニアを愛してたのよリリちゃまは。ちょっと、いやっていうか早く手当てしてあげたい。ちょっと待って、気づいて、これ夢だからさ。本当にお気を確かに。ああでもバウルジージありがとう。あれ、えどうなる、えやばくない、え夢が、え夢から覚めるってこと、あなんだなんだな、何が起こっている、えこんなところにいた、あれ、あようやくに、あマレ様じゃない、あマレ様。あれれれれあここで、あリリアのことを探し出したマレ様との、あ何かがあってしまうということか。99は覚醒コンプリートリー、コンプリートリー、へえ、まあ、とりあえずリリちゃまが夢から覚めた感じですよね。マレウスも、あのオバブロマレ様もやってきたことですし、はい、ということでちょっと待って、でもさ、いやこんなの見せられたらさ、マーレウスもさちょっとオバブロしてらんねえぞっていう感じじゃん。ちょっと思い出して妖怪の時を、あレバーン、ちょっと待って、あやっぱり、あー乳煮なんだ、いや顔面は乳煮なんだ、うわレバーン煮なんだ、いやちょっと待って、あ知らない、あそうかそうだよね、知らなかったよね、だって生まれてないもんね僕、何言ってるの、あそっか、まだ右大将の感覚、いや本当だよね、本当に元老院の老いぼれがさ、なぜ今まで確かに、あそうですよね、言っててもいいもんだけどね、あ気づいて、あ口止めしたんだ、あそう、優しい、ちょっと待って、なんだな、何が起こっている、マレウスはまだ、あそうね、混乱するよね、いやちょっと頭が割れそうなほど混乱しております、何も考えなくていい、ああ優しい、そうだよね、やっぱねリリアを救おうとしているっていうのが根底にあるからね、マレウスは、父と母が生きている頃の夢か、あシルバーのこと、うわレバーンとマレノアのこと、いやでもねマレウスが健康でいてくれればそれでいいと思うよ、私は、だから早くオバブロ解いて早くいつものマレ様になって、あらいやでもねやっぱり愛してるんだよマレウスはさ、リリアのことを、だからさ、だからこんな姿になって、おっとシルバー、あらあらシルバー、もう息子来てくれたよ、ありがとう、あそっかそっか、まだ夜明けの、そうだよね、まだ冷めてないからね、お主はお主は息子だよ、気づいて、またお前、いやそうなんです、ちょっと寝つき悪くて、いつもはちょっと寝てるんですけれども、もうちょっと7章で寝てらんねえぞつってシルバーがさ、はいそうなんです、親父との助けたくって、本当に思い知っちゃったからさ、本当に本当にそうだ、せめくいいこと言ってる、憎まれていいはずがない、ああかっこいい、いやもうすごい主人公のようなね、はいそうなんです、あ思い出した、あ回想シーンに入るか、ああ久しいねこの姿のマレ様ああそうそう、これね送別会、リリちゃまの送別会をね行ってる時の、あら気づいたか、もうリリア・バンルージュになったか、あーわしになってる、ありがとう、完全に冷めました、あー嬉しい、もうこのね目に光があるリーチェマ最高ですね、はいありがとう、うわありがとうございます、頑張りました僕たち、
私は随分と長い昼寝をしていたようじゃ。はい、そうなんです。てくれたの、うん、昼寝してたんだよね、ちょっとね、うん、でもね、幸せな夢だったよね。はい、完全に覚めました。まあ、右大将の頃のね、リリア・ヴァン・ルージュもすごく、うわ、寝かしつけてやろうだって、もうちょっとそうやってさ、もう池なんだから。そうだね、立場逆転したね。あら、かっこいい。うわ、待ちに続けだって。あれ、あれ逃げるんかい。かわいい。もうちょっといつものリリちゃまに戻っててすごくかわいい。もうこのギャップが好き。時間はいくらでもある。はあ、楽しもうじゃないか、リリ。うわー、ちょっともう、まあ笑ってる姿もかわいいけれどもさ、前様、ただね、ちょっともうリリちゃまがさ、あ、終わった、あ、終わった。はい、リリアが完全に冷めたところでの次の話に行こうかと思いますが、いや、ちょっとね、本当になんか、ああ、バトルだ。100、しかも100話だって、やばいね。100話まで来ちゃったよ。はい、ということで、編成ね、編成は、悩ましいね。まあ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 、まあでもね、いや、わからない。どういうバトルかわからないですけれども、勝って、だって、マレ様とバトルですよね、この感じで言うと。でも、マレ様って、大概ほらね、HP えぐいから。どういう風に編成したとしても、ローズになりそうなんですけれども、まあちょっとね、見ていきましょう。あの編成をね、して、どういうバトルなのかを見ていきましょうかね。はい、まあこんな感じでいいかな。まあ貴族生、我様が貴族生だそうなので、こんな感じでね、やっていこうかなと。再開プレッジを見ていこうかなと思いますが、黒輪城ですね、まだ。はい、まあ夢の中、まあ、覚めている夢なんですけれども、あー、安心感がある。いやー、このリリちゃま、すごく安心感がある。一緒に行きましょう。ね、本当にね、マレウスの感触には付き合いない、うん、夢の中では。そうだよね、私の魔力も枯渇しておらぬし、うん、力が有り余っとるあやつと遊んでやるにはちょうどいい。なるほどね。しかし、さっきでもイカズチ浴びてたけど大丈夫？マレウスはわしを再起くらいに。ああ、そっか、そうだよね、愛があるからね。父親に似たのか、うん、非常になりきれぬ優しい男じゃ。そうなんだ、レバーに似てるんだ。いやー、ありがとう、父親譲り。マレウスのことを、うん、頼んだぞ。そうだね、はい、現実のもの、はぁはぁ、弟子たちがよくやります、本当に。はい、あ、来るか、マレ様が来るのかな。あー、来ましたね、追いつかれちゃった。見つけた。あら、でやっぱりマレ様とバトルだよね。はい、見つかっちゃった。いや、どうしてやろうかって、かっこいいのよね。いや、高笑いしてる。めちゃくちゃヴィランズ見た。あー、バトルです。あ、やっぱりほら、マレ様とバトルですよね。 HP が気になるところではありますが、どうかな。あ、 HH 王子だ。魂なむいなの HH。 うわー、30万じゃん。無理じゃん、絶対。あ、絶対これは倒せないですね。え、そしたらさ、ローズで、話が展開していく感じなのかな。それとも、なんだろう、HP が残れば、勝ちなのかどうなのかっていうところではあります。まあ、とりあえず、最後までやっていこうかなと思います。とりあえず5ターン目終わった。あ、でも、あ、クリアです。あ、よかったよかった。やっぱり、あ、そっか、HP が残ればいいみたいなバトルだったのかな。はーい、100話ですが、話続く？続かない？次の話に行くのかな。あ、話続きますね。はい、黒輪城でマレ様とリリアが、バトっております。あー、楽しそうだね、なんか。豆ビを思い出しちゃうね。ねえ、ハッピービーンズで思い出しちゃうね。今じゃ。おお、氷が。あ、行く。あ、早く。はい。ありがとう、親父殿。ああ、ご分を。絶対にあなた。はい。
みんなを、うん、眠りから覚ましてみせます。もうあなた呼びがすごく好きなの私。はあ、話したいことがたくさんあるんです。夢から覚めたら、うわ、私もたくさんあるんです。夜の祝福あれ、あ夜の祝福あれ、いつか会った人、もう本当にさ、夢から覚めたリリアのね、安心感えぐいのよ。はい、とりあえず、シルバーが、ユニーク魔法でまた誰かの夢に、飛ぶ感じ。ああ、久しいね、ここ。夢の回廊、久しいね。ね、夜明けの騎士と会って以来かな。あ、これ、あ、もしかしてまたギュッとしてくれるかな。シルバー、もうちょっとね、夢から離れちゃって、シルバーから離れちゃいけないから、とりあえずギュッとして、私のことをギュッとしてくだ、ギュッとしてくれてる。うわー、やった。ふげーだって、かわいい。つぶれたパンに、グリタン、ちょっと、それもまたよし。あ、なんだ、あ、光ってる。次誰の夢だろう。何か遠くで光って、はい、遠くで光って、色的には黄色でしたが、あ、なんだ、なんだ、おーい、だってすごい速さ、ちょっと待って、何かが近づいてくる、すごい速さで何かが近づいてくる、なんだろう、違う、ちょっと待って、人だよ、だって、ちょっと待って、これ、あー、オルタニャこれ、ちょっと待って、青いショートミがすごいんだが。お前どうやってここに、この多いって、ちょっと待って、オルトキュン、まさか寄せてきたの。あら、ありがとう。ワープ、どこにワープかな。だって夢じゃないよね、これ。だってね、冷めて、お前も冷めてるもんなっていうね。あ、イグニハイド寮だ。ということは、お兄ちゃんが出てくるのかな。お兄ちゃん全然、ね、久しく会ってないからね。いや、それもね、ご愛嬌ということで。かわいいか、もうね、ほんと慣れてきました。もうそれもいいかな、汁餅つくのもいいかな、なんて思い始めてきました。はい、で、オルトキュンと、やっと合流できました。いつ以来かなっていうね。感じで、イグニハイド寮まで、オルトキュンが連れてきてくれました。ありがとうございます。ねえ、夢じゃなさそうなんですよね。なんか、オルトキュン冷めているっぽいからさ。オルトは？うん。あ、本当に？もしかして、あれ？はぐれちゃった？まさか。ね、夢の回廊に置き去り、ねえ、ギュッとしてないから、もしかして置き去り、おっと、皆さん、あ、少し、あ、秀吉じゃん。あら、ちょっと待って、しかも冷めているな、お前。お前も冷めているな。そんな怖い顔で睨まないでもろて、本当にね、睨まないでもろて、僕味方だよって。そっか、ということはちょっと待って、ここから秀吉ターンじゃない。いやー、うわ、頼りがいがある。あ、すごい、あ、全然終わりだって。あ、かっこいい、イデアシめちゃくちゃかっこいい登場の仕方。あ、ここで終わるんかい。はい、ということで、次からイデアシターンですね。かっこいい、イデアシ、ちょっと、あ、ちょっと待って、ここでチャプター6終わりなんですけど、ちょっといいところで終わるじゃん。まさかまさかのね、イデアで終わるっていうところでの、チャプター6、独寮となります。いやー、チャプター6、めちゃくちゃ良かったですね。もうリリアのターンでしたね。もうリリアがマレウスに対してもなんか愛情を改めて感じた話でした。最高でした。そして何やらチャプター7は感動よりもなんかアクションシーンが多めになりそうな予感がします。なんてったってイデア氏のターンの予感、しかもイデア氏カード実装されそうですね、なんとなくね。いや、楽しみですね、これは。またね、いつになるのかわからないですけれども、早めにあのチャプター7、希望しております。またね、チャプター7も同じように実況していって聞きたいかなと思っておりますので、皆様もその時はお付き合いいただければ幸いです。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。うぽまつです。